に渡り、この GRP 実践技術学大学を中心に日朝同盟の毎週報道が続いてきました。これはもう本当に、私たち山口教授と共にどんなことがあっても日本民族、朝鮮民族、戦うことがあってはならない、同じ同根であると同時に、やはりまあ歴史的にも長い付き合いをしてきたわけです。天皇家は朝鮮民族の流れを組み、今日我々日本人の 85% は朝鮮民族の DNA と日本民族の DNA 共にするわけですから、同根なんです。同根であるということ。朝鮮半島においては、1000回以上の争いがあって、それで常に戦火の中を逃げ回ったり、多くの朝鮮の人々が戦争によって殺されてきて、そして生き残った人はかなり強いと。だから日本民族は同根の DNA から全く争いのない時代が多かったわけで、戦国時代日本人同士が争ったぐらいであって、明治以後の日清戦争、日露戦争というものがあるにしてもですね、やはり戦争でこの追い回されるということはあんまりなかった。それの何百倍何千倍の経験を積んだ半島の人たちと若干この性格が違うわけです。それはやっぱり何千年の環境がによって出来上がったことだとは思います。若干体質が違ってきておっても同根であることは間違いないと私は思います。そういう問題もあってですね、やはり我々は地政学的には大陸と共にというポジションが一番国家の安全安定に結びつくものだと思ってますから、いかなる軍産複合体の企画がアジアで日本と朝鮮と、これ理想的な対戦相手になるんではないかと。それは当然併合し統一した後の話だから、韓国北朝鮮というのは分けてますけど、これが一つになれば人口的にもまたあらゆる経済その他の力もですね、日本と戦いにふさわしい力になっている。この辺で戦争をまあ5年ぐらいやれば相当武器が売れるだろうという計算がまああるはずです。それを避けるために私は日朝同盟だと言ってるわけです。お互いに血を流さないために、お互いに軍産複合体の販売戦略に協力したくないがために、言うとるわけで、そこでやはり85年、また、75年、80年と、戦争を我々は始めて、どれだけの人が犬死にしてきたか、ミャンマー昔のビルマにおけるインパール作戦、これを命令出した人間は何食わぬ顔して7万人がジャングルの中で
マラリアと栄養失調で死んでいくときに、命令した人間は本部、本陣、第一線の陣営タイから東京に逃げて帰ってる。これはカナルや今の裁判やあらゆるそのところでの激戦で本当に、日本軍は犬死にをしてます。完全に暗号がばらされて待ち伏せされて一網打尽に戦わずに全部殺されちゃう。そのフィルムを私はワシントンの、戦争博物館にある日本軍の死体を山積みして日本の兵士の死体を山積みして穴掘って埋めてる現場を見たら、これが俺たちの先祖の戦争の姿だったのかと。本当にまあこれは千人針を塗ってもらって万歳して出兵した人たちが手柄立てて帰るとって手柄立てようがないじゃん。これだ、裁判にしても全部、日本の軍部の総合的な能力が著しく劣った時に戦闘がやったいことです。だから敵はアメリカの兵隊、ね、食料は豊か、そしていろんな当時の技術的には日本よりもはるかに勝ったもの、そして緻密な戦略、日本側のアメリカ軍に入り込んだスパイがおらない、日本にはもうスパイだらけ、もう当時からスパイ天国なの日本、まあ、一番のスパイは伏見の宮だろう、2.26 事件をぶっ潰した伏見の宮、これは明らかに海軍大臣としてスパイをやっておって、いかにその山本五十六、たちがその狭間に置かれて真珠湾へ戦いに出るべきか出るべきでないかを必死に考え、スパイの伏見の宮のリードで真珠湾攻撃を行った。まあ、全てがですね、スパイだらけの日本、日本から送ったスパイはアメリカ軍にほとんどいなかった。また全ての暗号は解読されてしまう、そういう、まあ、自分の足元もよくわからない軍部の腐敗、ね、フラフラ2世3世今の自民党と似てるとは。だから今の自民党があらまだ戦争だなんだと、ね、言っておるのは同じような、私は75年80年前と同じだと思います。だから特に戦争を避ける、いかに避けるかと、何も私は反戦運動家じゃないけど、やはり今の日本は戦えないということを言っています。はるかに朝鮮人の方が優秀であって、日本民族は劣化している、それを知った上で戦いに臨むべきであり、自衛隊の能力と、いわゆる北朝鮮の軍部の能力と、そこへプラス韓国の軍部の能力が加わった統一軍ですね、南北。日本の自衛隊、どこから見てももう月とすっぽんだもん、もう百戦錬磨の朝鮮軍と、ね、遊び半分で金がないから自衛隊の学校行った、ね、そして給料もらって軍部に入った、これ愛国心の何もかけらもない、それが武田じゃないけど、ね、武田や森本ろくなのはありません。だから私は戦える軍も持たずに丸腰で
政治だけが偉そうなことを言ってる、うん、これはもう今のインパール作戦と一緒だと、うんうん、インパール作戦の時よりももっと悪いんですから、うんうん、インパール作戦の当時のまず軍部には、うん、侍の一部残ってたでしょ、うん、町人軍隊だったりしてもですね、だから昨日も、2.26 事件の、少佐であった青年将校、人の孫とは攻めしくとって、うん、動乱というその 2.26 以外描いた映画の、うん、鶴田浩二役がその人のおじいさんだと、おばあさん役は吉永さゆるだったと、まあ、聞きましたけど、やはり質実剛健な人だったように思いますね。そういう人は今はほとんどおらないんだから、まあ、ここで一つ、日朝同盟というものをね、国民の皆さんがどんどん見ていただいて、絶対に戦争はしちゃいけない、絶対にできないんだから、したら負けるんだから、したら損をする、それよりも経済力、そして技術力、その他新たなる精神を打ち出して世界中から日本人を評価し直してもらって、これも抑止力なんですよ、これ侍ばっかりになったらもう抑止力で敵は逃げていきます、だから今のように町人社会じゃ敵は喜んで向かってくるでしょう、だそういうその国づくりにですね、国民の皆さんが大同団結すべき時だと思います、そういう日朝戦争だけは絶対にしないという信念を広げたいということでの番組です、で、まあ、北朝鮮における金正恩体制のまた状況についてお願いします。実践実学大学の山口です。まあ総裁のイントロで、日朝戦わずという意味の、日朝同盟というのをもう3年余り続けております。それで、その材料としては、この日朝朝鮮それから韓国これの今の実情を、十分に把握すべきだと、もう理解すべきだという意味からこの情報を提供してもらってこちらで報告をしているわけです。それで、今日は北朝鮮の国営病院内の薬局長の女性が病院に支給された薬を横領してそれをまた販売し利益を得ていたという容疑で逮捕されたという話から入っていきます。これは、場所が場所なんですね、リャンカンドのサムジュン市の病院の薬局長なんです。このサムジュンというところは北朝鮮の今とか、キム・ジョンウンの、が聖地としてここを仰いでここのこれ高原なんですがこの高原を再開発して、まあ素晴らしい住みやすいところにしたいということでサムジンの、市の再開発を今している最中なんですね。その中の中心的なサムジン市の病院です。これの薬局長が女性で、大量に受け取ったあの平壌の、チョンソンですね。平壌のチョンソンという製薬総合工場とユソンという製薬工場で生産された点滴液を横領してもうほとんど横領して市民や現地に派遣された突撃隊、この突撃隊というのは軍から
反強制的な建設ボランティア、これ、に販売してた。このこれたちは大変疲れるので、ここで点滴を自分でやろうというのが、この地域には、地域というか北朝鮮の中では、この突撃隊、軍隊が軍人なんですね、これにはあるんですね。そういったところを見て、サムジョンの高原文化都市にあるその、病院から、病院の、薬局長が横領して販売してた。それでこれ市の、党、これが市の、委員会の、幹部もこれ大体横領は以前から大体分かっていた。ところが、日本にもつながる、総裁が先ほど言いましたけれども、掴んでいたけど、彼女の夫が、まあ、いわゆる党の高い地位にある幹部なんですね。それでそれを知っているものですから、手を出さなかった、口を出さなかったということで、これがものすごく広がった、この、通報しようとしても警察が、安全局がなかなか動かない、こういうこともあったんですね。これはもう、北朝鮮では党の幹部も、が、関係していれば絶対に口出しもあれもできないというのが今までの例です。これがこの横領は過去2年にわたって続いてたと。薬のやり取りを、帳簿付けや薬のすべてを女性局長に渡していたことから、もう帳簿付けもそこで女性の部下たちがやって、帳尻を合わせたことも発見が遅れたことになっているようなんですが、このサムジュンの病院では昨年、このバレもうどうしようもないということになったのは、一昨年、緊急発送されてきた患者に投与する薬がなくて、民間療法である農薬の希釈液を投与するものの分量を間違えた。農薬をちょっと薄めて、点滴するというのが北朝鮮で流行ってるんですね。これの分量を間違えると、それはとんでもない毒薬になってしまう。こういうことで、それがあったことで死亡させた、患者を死亡させたことで、医師だけが公開処刑された。ところがそれを、原因というのは何かというと、この点滴用の薬がなかった。ところが工場を、薬局、いや薬の工場を調べてみると全部納入している。この2年にわたってそういうことがあって、この横領が表に出されて、どうしようもないという状況に、なったんですね。ところがこれは今までこの夫が幹部にいたこともありますが、サムジュンは金正恩の聖地とする地域で、金正恩がもう温度をとって、それで、リゾート地にも作り上げてきているために、誰も手出しがすることができなかった。ところがここで摘発されたことによって、金正恩の聖地であろうと何であろうと、批判は批判ということで、この北朝鮮の、国民の中にはそういう雰囲気が漂ってきたということになります。まあ、いよいよ与正がクローズアップされ、金正恩の